はい、どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、ギルドイベントのね、ライバーさんがギルドイベントを参戦されてね、やったギルドイベントについてちょっと感想を述べたいと思います。まあね、ギルドイベントの本来の楽しさっていうのをね、知ってもらえたというか再確認させてもらったというイベントでしたね。そしてやっぱりすごかったのがね、もう3人とも、100位以内に入ってるっていうのがね、やっぱりすごかったですね。さすがという感じでしたね。もうね、楽しそうにねやってるところを見ると微笑ましかったです。もうおっさんなんでそういう感想になりますね。微笑ましいというか、そういう感じ、感想をいただきました。あとですね、まあちょっとねトラブルとかもあって参戦できなかったっていう方もいらっしゃるのでね、なんとも言い難い部分もあるんですけども、結果的に見れば良かったんじゃないかなと思います。あとね、ライバーさんをモチーフとした報酬とかですね、あれはね、あのままだったらこの順位だともう荒れてますね。何やってくれてんだっていうことにねなりかねなかったですけど、結果的にね報酬も、全員の方がねもらえる、ログインさえしていればもらえるっていう感じになったんで良かったんじゃないかなと思います。まあね、記念品としてはやはり全員持って全部持ちたいっていうのはねあると思うんで、個人的な結果としてはね、400万ダメージは出るようにはなったんですけども、最初の1ターン目のね 90% の割合ダメージに何度泣いたことかっていうことですね。まあね、運ゲーはやりたくないですね。もう実力云々ってでならともかくとして運に左右されるっていうのはねあまり良くないのかなっていう気はします。まあ、ここら辺はね改善していただけたらなと思います。そうですね、あとまあ本当にライバーさんの参戦したおかげで結構盛り上がってましたね。本当に盛り上がってたと思います。個人的にもね、ウキウキしながら、ライバーさんのね生放送生配信見てましたし、ライバーさん本人も楽しそうにしてました。あと付け加えて言うならね、終わった後にね、お三人さんで座談会みたいなことをしていただけたらなと思いました。運営さんもねそこら辺まで、考慮していただけたらなと思います。そうすればね、新規にね始められる方とかもねこういうこのゲームは面白いんだぞっていうところをね教えてもらえると思いますんでね、そこをぜひ、次の機会がありましたらお願いいたします。本当にね、結果的にはいいイベントで終わったなという気がします。まあね、ケチついたところもあるとは思うんですけどもね、まあこれを乗り越えて、まだまだ頑張ってプレイしていきたいなと思います。ちょっとね、変な感じの感想となりましたけども、これでね、討論会というかそういうのを終わらせていただきます。最後までね、動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。